ケア A さん、ここが私がいつも来ている行きつけのお店になります。早速入ってみましょう。大社こんばんは。いっしゃい。今日も来たよ。はい。あ、ここ座っていいのかな。いいよ。あー、落ち着くね。マスター、いつもの。いつもの。はい。お酒はどうする？あ、今日はね、じゃあ芋で。芋、はいよ。ここはですね、私いつも最近琴似のまだしりこさんとかいろんなところでライブをやらせていただくことが多いんですけれども、そのライブの後にですね、いつもここに来て一緒に出演している女の子たちとお酒とおつまみを食べに来ているわけでございます。ここすごい落ち着くんですよ。まあ、混んでる時もあるんですけど、なんかおつまみとかでお酒がまた美味しいんですわ。まあ、みくちゃんがお酒飲める年なのって言われるのは、それはちょっと大人の事情ということでですね、黙って見ていただけたらと思います。あ、お酒だな。あ、よかったっすね。大将ありがとう。大将ありがとう。ありがとう、いただきます。はい、皆さん、エンさんの芋いただきます。飲むお酒がまた美味しいんですわ。特にこの芋おすすめ。みんな芋飲みに来てね。芋マスターシホの3000セットお願いね。よ、ここではですね、この、ま、おすすめのメニューもあるんですけれども、おすすめっていうぐらいだからすごい美味しいんですけど、ここ季節物もあるので、ま、来た時にですね、ちょっとメニューが変わってることも時々あります。今回はですね、通常のメインメニューで私シホがおすすめなメニューを今3品頼みましたので、いつも私が頼んでる3品メニューなんです。シホの3品メニューということで今出てきますので、皆さん楽しみにお待ちください。大将ボンボン、もう飲んじゃった。はい、次は何にしますか。次ね、あー、ありがとう大将。次ね、じゃあね、タンタカタン、タンタカタンお願いします。はい、あー、美味しそう。ありがとう大将。まあ、来ました来ました、シホの3点セット。見て見て見てください、見てください、この美味しそうな、これ 3点セット。ね、まず1つ目がね、唐揚げです。で、もう1個がですね、芋もち好きなんだ、シホ。で、これがですね、ニンニクを。大将、これニンニクをどう調理してるの。これこれは切り目入れて油で揚げてる。そうだ、なんかいつまで食べてて、なんかこれ美味しいの、はい、また。あ、ありがとう、はい、大将。じゃあちょっとタンタカタン、この美味しそうなね、3点セットを見ながらタンタカタンをまずいただきたいと思います。いただきます。あ、美味しい。あ、美味しいね大将、タンタカタン。ありがとう。いいね、これをまずいただきたいと思います。お腹減ってしょうがなかったんだ。中でジュージューしててすごい美味しいんです。皆さん、ここ来たら絶対唐揚げ食べてね。おすすめこれ。うん、おいしい。あかんあかんあかん。うん、おいしい。うん、シフォンで唐揚げ熱い、熱い。もうおいしい。あ、これ私ですね、あの唐揚げの時にね、もうレモンかけない派なんですけど、ちゃんとレモンね、ついてるから、かける人はかけて食べてくださいね。
今日私芋と天とかでん頼んだんですけど、ここ地酒もあるからこれめっちゃ美味しいから、みんな地酒好きな人はそれも飲んでみてくださいね。うん、次どっちから食べようかな。芋餅はだと結構いつも食べてるから、今日はたまに食べるニンニクの揚げたやつでいきたいと思います。みんなタンタカタンにニンニクみたいな、やっぱ臭いって、気にしない気にしない、いきたいと思います。あ、皮むかなきゃいけないんだ。皆さんこれ食べるときちゃんと皮むいてくださいね。ちゃんと切れ目入ってるからペリペリむきます。めっちゃ美味しそうですね。いただきます。めっちゃ美味しいです。皆さん、ニンニクね、丸揚げして食べたことあります？これなんかね、水で食べたら芋みたいなんですよ。もうポークするの、めっちゃ美味しい。あのニンニク私丸々揚げてるやつってエンさん来て初めて見たんですよね。めっちゃ美味しいです。来たら絶対食べてね。ちゃんと美味しい。しかもこれニンニク丸揚げしてるけど全然あんまり臭くないんですよ。だからたとえ彼氏と来ても大丈夫、食べれます。女の子安心してください。いや大将、タンタカタンにニンニク最高だね。ありがとう。おいしい？おいしい。ここお酒ですね、2時間1400円で飲み放題っていうのもあるから、結構お酒飲むって人は飲み放題で入った方が多分安いです。シホも結構プライベートで来るとき結構飲み放題で入ってます。2時間1400円で安くないですか。次ちょっとおいしいおいしい芋餅に行きたいと思います。私と話してたんですよ、芋餅食べたくないかって。芋餅いただきます。いつもと変わらず美味しいです。大将今日も美味しいよ。ありがとう。なんかね、これよく居酒屋で芋餅ってあるじゃないですか。ここAさんの芋餅ってね、なんかね、大将これ芋餅さ、周りのさ、表面の部分がすごいカリッカリなの。なんかあの、なんて言うんだろう、なんかキャラメルを焼いたやつみたいな、わかります言いたいことなんかすごいカリカリしてめっちゃ美味しいんです。でも普通の居酒屋ってなんか全部もちっとしてるじゃないですか。めっちゃなカリフワみたいな感じなんで、皆さんこれも来たら絶対食べてください。とりあえず来たら塩の3点セットを絶対食べてください。カリカリとちょっと聞かせてあげたいわ、みんなに。はい、食べ終わりました。大将ごちそうさま。いや、美味しかった。お腹いっぱいだわ。皆さんぜひ来たらこの3点食べてくださいね。本当にシフォンお墨付き絶対美味しいですね。美味しく食べて、美味しいね、おつまみ食べるとさ、お酒が進んじゃうんですよね。タンタカタコ2杯目です。ちょっとほろよい的な、口も回らなくなってきました。はい。いや、で私ここのエンさんに来てですね、ミュージシャン、歌い手としてですね、お、これはと思ったところがあってですね、ちょっとそっち見てください。ここなんとギターを弾くスペースがあるんですよ。これすごくないですか。これなんと来た人が、お客さんがここで弾けるんですよ。そのためにあの楽譜をちゃんと置いてくれてるんですよ、大将が。酔っ払ってるのか、口回らなくてすいませんね。じゃあゆずとかね、ブルーハーツとかいっぱいあるんで、ギター弾ける人はですね、ぜひお店に飲みに来たついでに弾いて歌っちゃってください。いや、というのもですね、そう、大将ここ座ってもいい？どうぞ。ありがとう。やってるのは、そういうのはですね、ここラジレコから近いので、今度 GAB の女の子たちでですね、ここで打ち上げやろうかみたいな話になってて、で、モモキロちゃんとかギター弾ける人結構いるじゃないですか。だからみんな飲みに来た時にここで、ね、二次会じゃないけどラジレコの二次会みたいな感じで、
でお酒飲みながら身内でライブやるのいいんじゃないのみたいな話になってまして、え、大将いいかなって言っちゃって本当、うん、ありがとうということで大将の許可をいただいたので、今度 GAB のみんなでこのギターをですね奪い合って、ここでまたピチライブやりたいと思います。ライブというか身内でやるんですけどね、やりたいと思います。偶然来た人はぜひぜひ声をかけてくださいということで、大将これ師匠にギター練習してるのはなんかちょっと今度来たらさ、うち今度一人で来た時さ弾いていい？いいよ、他のお客さんいても弾いていいのかな。全然大丈夫ちょっと上手くなっていきたいと思います。あとですね、そこをそっちなんですけども、これ私来た時に何だろうこれと思ってね、大将これこの写真綺麗だなと思って、なんかどうしたのかなと思って聞いたら、これ大将が撮った写真らしいんですよ。聞いた時びっくりして、でも大将と全部大将撮ったやつなんですよね。こっちは、はい、すごいめっちゃ綺麗じゃないですか。ありがとうございます。あと大将これ趣味で撮ってるの？趣味、うん、いいと思う。でもすごい風景綺麗なんですよ。これ大将どこで撮ってるのこれ？ひまわりは北竜町。北竜町ってどこだろう？北海道？北海道。菜の花は滝川。あ、滝川なんだ。なんかあの赤い電車がいい味出してると思いませんか皆さん。なんかすごい、あ、北海道の古き良き時代の電車みたいな。おお、なんかこれから写真増えたりなんか入れ替わったりする？季節によって入れ替えようとは。あ、いいですね。これ季節変わるごとに写真が変わるらしいんで、写真が変わるごとに皆さん来なきゃダメですよ。ということで、はい、あ、いっぱいいっぱい今日は美味しいものを食べて、あ、引っかかったよ。大将ごめん、引っかかっちゃった。いや。今日は美味しいものをですね食べてみて、はい、あ、お酒飲ませていただきました。今度週もそれ引いて本当にやろうかと思ってるんで。告知するかどうかわかんないけど、もし、ね、見たい人はですね、ちょくちょく顔出してください。私もここ結構頻繁に来てるんで。で結構ちゃんと来るときはね、ミフじゃなくてあのプライベートの格好で普通の学校で来てるから、これで来たら捕まっちゃうから。だからプライベートの、あ、まあ、教えて先生と森江ですけどスペシャルエピソード2を見てる人はですね、私の私服の姿を知ってると思うんで、私をここで見かけたらぜひぜひ声かけてください。酔っ払ってるかもしれないんですけど、絡んだらごめんなさい。ということで、今日美味しいご飯をいただきました。クツルギア、Aさんでした。